皆さんこんにちは、ぶんちゃん先生です。今日はですね、かぼちゃのサラダ、かぼちゃサラダですね、これに挑戦してみたいと思います。さて、かぼちゃは皮をむいて、このように切って電子レンジで10分ほどチンしました。でかなり柔らかくなって竹串を刺してもいけるなというふうに思ったら、これを潰していきます。あえるのはね、マヨネーズと蜂蜜です。それだけで大丈夫です。